この戦で九州を制す。橘山城を襲っとる島津を叩くんじゃ。まっわしらの軍は20万、この数見りゃ島津もすぐに降伏するじゃろうがな。清正、高虎、お前ら若い衆には期待しとる。頼んだで。20万、こんな兵を扱えるのは秀吉様だけだ。だがその秀吉様がいなくなれば。縁起でもないことを言うな。秀吉様のお世継ぎが決まるまで家康殿の力を借りる。俺の知る限りでは家康を好かぬ者がいるようだが、貴様のすぐ近くに。それに自ら天下を治められる力を持つ家康が貴様らの風下に立つと思うか。いっそ家康についたらどうだ。バカ、そんな簡単に主君を変えられるか。どのみち家康の力が必要ならば家康につき天下のため尽力するのが筋だと思うが。一番信用ならんのは返事において態度を明確にしないものだ。豊臣の臣でありながら徳川の味方をする、そんな中途半端な立場が己の首を絞めなければいいかな。俺の首ならいくら絞められても構わん。豊臣を守るためならな。ふん、意固地な男だ。人には心がある、情がある。皆が貴様のように割り切れるとは思えんが。おしゃべりが過ぎたようだ。出陣するぞ。俺は主秀長様のために功を立てたいのでな。長政の死、お市の死、幾多の悲しみを超え、高虎は将として成長した。高虎は主秀長に忠を尽くし、秀長もまた彼を認めた。そして四国攻めの功が認められ、ついに大名となる。高虎らの活躍により四国を治めた秀吉は豊臣秀吉と名を改め、天下統一事業を加速させてゆく。残る敵は九州、関東、奥州。秀吉は次の標的を九州の島津家に定める。天正15年、秀吉は九州征伐を開始。高虎も秀長のために武勲を挙げるべく遺産で参加した。終節の章、九州征伐。己の道行こうか、共に。やはり俺は秀吉のやり方が好かん。こんな物量押しの天下など長くは持たんだろう。天下は一度は定まるかもしれない。だが数年もすれば乱世に戻ることは目に見えている。だったらどうするのだ。流れに逆らい秀吉様に謀反するか。軽口はよせ。俺はもう嫌なんだ。俺が望むのは一時の太平じゃない。なるほど。だがそんな世を作れる人物がいるかな。お前の主秀長様は病に伏せている。もはや余命いくばくも。ああ、だが俺はもう一人知っている。俺が望む太平を作り上げられる人物を。
そうか。おそらくは俺が思う人物とは違うのだな。ああ、残念ながらな。島津は橘山城深くまで攻め込んどる。全軍放ちに出撃。一刻も早う橘山城を救援するんじゃ。城本が稼いだ時を無駄にしてはならん。豊臣の歓迎の準備ができておらん。素晴らしき戦果よ。また一つ。敵将、討ち取った。城内の砦もほぼ島津のもんか。大急ぎで制圧するぞ。立花山城最後の攻撃は由布だ。天使平和にして豪気だ。さっきの一戦で
弟の直次は宝満山城を守り、岩屋城の陥落によって直次が孤立した。島津は直次を橘山城に届けると約束し、直次の投降と宝満山城の開城を要求した。直次は城兵の命を考え島津の案に従った。がここに直次はいない。どうもこうも島津にはめられたのだ。一刻も早く直次を奪い返すぞ。敵将撃ち取った。間に合ったわ。立花豊臣の将兵たち、よかったな。今度はこっちの番だ。岩屋城にこもる島津軍を一掃したら、これで残る城は一つ。岩屋城を落とし功を挙げる。あ、かたじけない。私の身を案じてくださると。流れは豊臣に傾いたか。まずは満足か。現実をひっくり返すのが始末の命令。年久、年久、出るぞ。天下人を気取る猿、一泡吹かしてくれよ。開門。本陣の守りを固めるのが先だ。九州に咲く花を散らしてゼロ。今より地獄よ。見立て通りの活躍だ。流れに乗るまでも。義経、やっぱり頼れる男だ。兄者、さすがに釣りのぶせは使えん。やりごたえもろと大軍に揉まれよう。いや、もう釣りは成功しておる。秀吉が九州に来た時点で我らの勝ちよ。九州を取りにして狙うは島津の本領案。任せておけ。まったく兄者にはかなわぬよ。こうまた一つ。九州に生まれ次は関東か。天下人はこうなるのか。長年鈍感な爆中地は損をする。敵将撃ち取ったり。
最後の砦も打ち破ったな。全軍岩屋城へ総攻撃じゃ。開門。最後まで諦めない。この身果てるまで。勝利条件変更。開門。ついに最終戦か。一番手柄を上げてやる。もっと手柄を上げる。上を狙う。やるな、義継。俺も負けておれん。敵将、討ち取った。耐えきれん。行かせてもらう。わしは島津義久、名門島津の棟梁なり。成り上がりの猿に屈することなどできん。俺こそ天下無双だ。終わりだ。おう、また一つ。おう、また一つ。義継、俺は国に帰る。秀長様のご容体が心配だ。うむ、この戦勝で喜んでくれればよいのだが。そうだな。義継、清正と三成はいずれ対立するぞ。秀吉を支える秀長様がもしお亡くなりになれば、天下はまた乱れるやもしれん。その時お前はどうする？俺は使えるべき主をまた探すまでだ。そうか。